どっせマスクザフリモン TV。 はい、こんにちは、マルオです。こちらのアップルウォッチ使い始めて半年が経つんですけども、すごく便利で活用してます。まあ、最初はねそんなに使わないかなと思ってずっと購入しなかったんですよ。でもいざね買って使ってみると、まあ、支払いが簡単になったりだとか、メールやニュースが飛んでくる、そして最近筋トレやワークアウトにも力を入れまして、そういったサポートもしてくれると、本当ね時計の枠を超えたアイテムというかまさにガジェットっていう感じで、非常に気に入って使っております。特に僕はあの複数の Mac を使ってますので、アップルウォッチで認証解除できるとこが、超便利。そんなアップルウォッチなんですが、やっぱり気になるのは充電。まあ、1日ね、フルに使うとかなり充電減っちゃって、2日間丸々使うのはちょっと厳しいなと。まあ、毎日ね、寝る前とかに充電をしっかりしないといけません。そしてね、しばらくは充電ケーブルだけで、こうパチッとね、充電してたんですけど、そこで気がついたのが充電スタンドいるわ。ケーブルだけで充電してると机の上とかでは結構使いづらかったりしますし、こう机にコツコツねアップルウォッチが当たって傷なんかも心配になっちゃいます。ケーブルがねピロッと伸びっぱなしになってるのも不細工ですし、で今はねこうヘッドホンがかけれたりとか、まあ、iPhone とか AirPods がね充電できる多目的のねスタンドを使ってるんですけども、これもねケーブル3本使うので、このケーブルの処理がねすごく難しい。だからデスク周りをできるだけスッキリしたいなっていう人にはあんまり向いてないんですよ。配線がどうしても目立っちゃいますし、ケーブルも3本使っちゃいますからね。僕みたいに異常にね購入した iPhone いろんなモデル使ってみたりとかで常に充電してる人間じゃない限りはそこまで必要ではございません。だからあのシンプルなね Apple Watch スタンドが欲しいんですよ。というわけでこちらを紹介します。ほいよし。はい、こちらロミコールの Apple Watch スタンドでございます。今回ですね、ロミコールさんからご提供いただきました。こうしてスタンドをね、提供いただく前に、僕実はロミコールさんの製品個人的に使ってたんですよ。それがですね、こちらの iPad スタンドでございます。これめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。で、本体の素材がね、アルミ素材になってますので、iMac だとか、まあ、MacBook とかに非常にね、よく合うんですよね。だからデスクトップのデザインを統一させたい人には、すごくいいアイテムだと思って購入しました。こうやってね、iPad を立てかけると、ほら、プチ iMac みたいでしょ。これをね、iMacと一緒にこう並べるのをすごい気に入ってるんですけども、でこれもう1年以上使ってるんですけども、この稼働する部分もね全然ガタも来てなくて、可動域もすごい広いんですよね。だから細かい角度で iPad 調整できますし、まあ、傷とかも全然ついてないので、これめちゃくちゃ使いやすいんですよ。何より Apple 製品とねデザインがよく合うっていうのが嬉しい。でこのルミコールさんのアイテム、お値段もお手頃なんですよね。だから非常に手を出しやすい。というわけで今回 Apple 製品にもめちゃめちゃよく合う Apple Watch スタンドを見ていきましょう。はい、というわけでこちらアップルウォッチスタンドちょっと開けていきましょう。パッケージはねこのように、まあ、段ボールとなってますね。はい、よいしょ。僕もねいろんなものに手つけちゃうから結局ねごちゃごちゃしたものをよく買っちゃうんですけど、最近ねちょっと机の上をすっきりさせたいので、これシンプルなねアップルウォッチスタンド欲しかったんですよね。はい、こちらが製品でございます。ハッピーノートハッピー、これどっかで見たことあるな。何やったっけ、アンカー製品やったっけ、今も入ってるのかな、なんかのメーカーで見たことあるぞこれ。このようにサポートカードが入ってます。で裏には QR コードもついてますね。それと本体だけでございます。おお、この本体がいいね。はい、このように綺麗なシルバーのアルミ製になってます。特に稼働したりすることもなく、本当にシンプルなアップルウォッチスタンドっていう感じですかね。並べてみるとこんな感じ。材質は同じようなアルミ製になってますね。で台座の方はねこのように滑り止めが施されてますね。こうやって置いても、かなりギュッと机に貼り付いてくれるような感じですね。そして充電ケーブルを通すところがこのようにゴムの材質っぽくなってます。まあ、これはほとんどのねアップルウォッチスタンドはこうなってますね。特にアップルのパソコン関係と並べるとすごく相性が良さそうです。そして台座のところにはねこのようにロミコールとロゴが入ってますね。一応重さも測ってみたいと思います。重さが 97g、 まあ持ち運ぶにしてもそんなに重たくないですね。まあ外とかに持ち運ぶことはないと思うんですけども、まあお部屋のねどこにでも持っていきやすいような重さではありますね。で大きさ比べてみるとこんな感じ。こちら iPhone XS Max なんですけども、まあ、正面から見ると iPhone よりもずっと小さいサイズ感になってますね。まあ横がこういう風に出っ張ってるんで、まあ、外に持っていく人はあんまりいないと思うんですけども、まあカバンの中にも入りそうな大きさですね。ちょっと出っ張ってるんで入れやすいとは言えないですけども、まあ、お部屋のねどこに持っていてもおかしくないようなデザインと大きさですね。まあ、リビングのテーブルの上なんかに置いてもねそんなに邪魔にはならないかなと
思います。まあ、お部屋のどこに置いてもおかしくないデザインと大きさですね。それではちょっとケーブル通していきたいと思います。まずはこの磁力式の充電パッドを裏から押し込みます。そうするとこの付け根のあたりを固定するくぼみがありますので、そこにねバチッとはめ込みます。そして余ったケーブルを台座のくぼみのところに通して固定。これでいいのかな。だからケーブルがプラプラならないんですね。はい、これで準備完了でございます。それではね、実際にアップルウォッチをちょっと充電してみたいと思います。繊維の画像を見てみると、バンドがねこう縦向きになるようにこのように横から差し込むと充電がしやすいと。あー、確かにしやすいですね。まあ、注意点がありまして、配線をね綺麗に横から出さないと、こうはめるときにねちょっとバンドに配線が干渉しそうな感じではありますね。うまくやると全然横からスムーズに取り付けることができます。上からでもまあ全然充電できないことはないですね。まあ横か上かっていう感じですかね。まあでも横の方がスムーズにスッと入りますかね。あ、いいじゃないですか、めちゃめちゃシンプルっていうのが、このいろいろね充電できたりだとか、あのヘッドホンがねかけられるスタンドなんですけども、いろんなやつ充電するとちょっと周りがごちゃごちゃっとしてね、アップルウォッチ充電しにくかったんですよね。それがめちゃくちゃ充電しやすくなったかなっていう印象ですね。はい、このようにはい、シルバーのね MacBook Pro と並べてもなかなか決まってますね。カラーは同じっていうよりはちょっとロミコールさんの方がちょっとギラついたアルミ感になってますね。まあ、アップル製品の方がちょっと曇ったような、まあ、細かいアルミっていう感じがしますね。カラーリングはねまとまっていて、相性はバッチリですね。はい、そして iMac の周りにちょっと配置してみました。もうデザイン全然違和感ないですね。この相性が素晴らしい。僕は複数の Mac でその認証しますので、アップルウォッチが結構パソコンの周辺にあるとすごい楽なんですよ。まあメインは iMac なので、それ iMac の近くにあるとめっちゃ楽なんですよね。ただこういったでかいスタンドはね、ちょっと iMac の周りにはどしっと置けないので、この iMac のね近くに置いても違和感のないデザインとサイズ、これは素晴らしいですね。これでデスク周りでね作業したい時とかにアップルウォッチをさっと、まあ、つけて、まあ、iMac で作業したり MacBook Pro でね作業したりしても、パッとどちらも認証できるわけですから、やっぱりメイン機の前にアップルウォッチがあるとすごく便利ですね。で、周りがごちゃごちゃしてないのでスッとスタンドに戻せると、まあ、こうやって使いやすい位置にね配置できるとアップルウォッチの充電し忘れっていうのもなくなりますね。やっぱり遠くにあったりだとか、あれケーブルどこ行ったってなると、結局ねアップルウォッチの充電し忘れっていうのが発生しますので、できればね一番自分が作業をしていて、まあ目につきやすいところ、そこに置くと充電のし忘れっていうのも、まあ、少なくなるんじゃないかなと思います。まあ、となるとやっぱりごちゃごちゃしないシンプルなスタンドっていうのがすごく使いやすいですね。で、結構ね土台が広くて安定感いいんですよね。でアップルウォッチって結構このナイトモードを活用してる人多いんですよね。まあ、枕元とか寝室に置いて、まあ、アラームをセットして、まあ、目覚まし時計としても使うと、まあ、そういう使い方がすごい便利っていう方も多いので、まあ、寝室の台に置いてもいいですし、これ布団に直接置いてもそんなにグラグラしないほどバランスいいんですよね。これでかくてね、あの高いやつは布団の上に置いたりするとポロッとこけちゃったりするので、安定感非常にいいので、寝る前に自分のベッドに置いてね、ナイトモードを活用することもできます。はい、というわけでこちらロミコールの、アップルウォッチスタンド、使ってまいりましたが、一番気に入ってるのはやっぱりデザインですね。特に僕みたいにあの複数のアップル製品を使ってる人間だと、まあ、それとね違和感のないデザインが本当に素晴らしい。そしてまあ以前から使ってるね iPad スタンドの品質も良かったので、どの製品と一緒に置いても違和感ないですからね。ここは個人的にも非常に嬉しいポイントです。でアップル製品以外でもね、別にインテリアとしても全然おかしくないデザインですので、まあ、リビングからデスクトップ周り、そして寝室においても違和感のないデザインとなっております。そしてびっくりしたのがこの安定感ですね。結構ね布団の上に置いたらパタッと倒れちゃったりすることもあるんですけども、まあ、安定感がいいのかそういうこともないのでね、寝室に必ずね台とかが置いてあるわけじゃないですからね。やっぱりアラームとかもアップルウォッチってそんなに大きくないので、布団の上にね置いて使う方も多いと思うんですけど、まあ、そういった方でも安心して使えるんじゃないかなと思います。非常にシンプルなアイテムなんでね、どこがいいどこが悪いっていうのを評価しにくいんですけども、だから特別困ることって別にないんですよ。ただ強いて言うならケーブルの配線ですね。こうやってしっかり合わせても正面から見るとね配線見えちゃうんですよ。
まあ、ここだけがちょっと惜しいかなっていう感じです。ただこれはこの Apple Watch の充電ケーブルがもう超特殊なんですよね。非常にそういうところを処理しにくいというか、こう丸い充電パネルにまあこういった接続部分がついてるみたいな、これを処理するのは本当難しい。むしろ満足するようなメーカーってあんまりないと思うんですよね。こうやって丁寧に処理してもやっぱり正面からケーブル見えちゃうので、神経質な方はちょっと気になるんじゃないかなと思います。例えばこのくぼみを上にしてね、うまいこと目立たないところからケーブルをピョッとこう出せるようになると、まあまあデザインというか見た目的にはいいんじゃないかなと、まあ少し思いましたね。まあケーブルつけてなんぼですから、その重心の安定感とか、まあ、細かい部分でそういうのが難しいかもしれないですけどね。そうすることで逆に台の安定感が失われるとかだったら本末転倒ですし、まあ、各製品そうなんですけども、やっぱり見栄えを良くしようとするとこの Apple Watch のケーブルは、非常に処理が難しいと。ただね、 iPad とか iMac には非常によく合いますので、まあ、いろんな Apple 製品とデザイン合わせたいっていう方には非常におすすめですね。まあ、スタンドもね1年以上使ってて全然ガタもないので、まあ、品質としては素晴らしいんじゃないかなと思ってます。で、価格もかなりお手頃ですしね、 Amazon 価格で1699円となっております。ただ今回ですね、ロミコールさんから 10% オフのクーポンいただいてますので、まあ、動画を見ていただいた方はさらにお得に購入することができます。購入ページとそちらも概要欄に貼り付けてますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。 Apple Watch はね、特にもう肌身離さずね、つけているアイテムなので充電頻度はどうしても高いです。ただその充電を快適にしようと思ったらスタンドっていうのはもう絶対必須アイテムになってきますので、で Apple Watch までね手を出している方って結構 Apple 製品使ってる方多いと思いますので、他の Apple 製品とねデザインを合わせたい方にも非常におすすめですので、購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。よろしければチャンネル登録高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオツ。